この週末は西日本から東日本で天気が崩れそうです。まずは土曜日です。西日本は雲が多く、太平洋側を中心に雨が降る予想です。日曜日になると東日本から東北でも傘の出番となります。そして週明け、今度は北日本で雨のアイコンです。各エリアで週明けにかけて天気が崩れる予想です。その後は日差しの届く日が多くはなるのですが、火曜日頃には一時的に冬型の気圧配置となります。そのため北日本の日本海側などを中心に雲が出やすくなりそうです。この先の気温に注目していきますと、西日本はまだまだ日差しに暑さを感じるくらいの体感となりそうです。東日本は日中過ごしやすくなります。また、北日本は上空に寒気が流れ込む影響で、週明けはこれまで以上に冷えそうです。また、一日の中での気温の差も大きい状態が続きますので、お気をつけください。最新のお天気情報はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。